ジェームズ・フランシス・パッド・ガルビンは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身のプロ野球選手。MLB 史上初の通算300勝投手。右投げ右打ち。1875年にナショナルアソシエーションのセントルイス球団で8試合に登板、4勝2敗の成績を収める。その後3年間のブランクを経て1879年にバイソンズに入団。この年は、 全80試合の日程のうち66試合に先発し593回を投げて37勝27敗、防御率も2点台前半だった。その後、毎年20勝以上を記録し続ける。ニックネームのプードは、ガルビンが背が低く小太りだったことと、打者を手玉に取る様から来ていると言われている。 下手投げルールが撤廃された1883年と1884年は、共に600回以上を投げ、2年連続で46勝を挙げている。そのタフネスぶりから、リトルスティームエンジンというニックネームがついた。1885年のピッツバーグ遺跡後、1886年から4年連続で20勝以上を記録。1888年には、 MLB 史上初めて通算300勝に到達した。ただ在籍したチームは一度も優勝争いをすることがなかった。20勝以上を0度も記録しながら、一度もリーグ優勝を経験していないのはガルビンただ一人である。1892年に現役引退。1902年、イカタルが元でペンシルベニア州にて45歳で死去した。 1965年、ベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂に選出された。後年の研究で、投球前にサルテストステロンの注射をしていたことが明らかになっている。順位は年度最終順位。ありがとうございます。